はい、というわけでライターの中山です。ですね、本日はですね、ムーアの E7、 こちらのね、サウンドの方を紹介したいと思います。使うエクイプメントは、ギターと E7 とアンプだけ。アンプはクリントーンですね。で、ちょっと生音をもう一回弾いてみましょうか。まあ、こんな感じの音ですね。上の方にちょっと弾いてみようか。まあ、こんな感じの音で。ちょっとこれに乗っけていきますね。一番最初がですね、モード1、トランペットライクなシンセトーンということですね。いきましょう。という、なかなかいい音ですよね。これがプリセット1に入ってます。で、次がですね、モード2、2番目に入っているのが、オルガンライクなシンセトーン。これも分かりやすい、いい音ですよね。もちろんポリなんで和音もいきます。きっちり和音感も出るというところで、なかなかいけますよね。と次ですね、次がね、海のさざ波のような温かなシンセサイザートーンって、ちょっと長めのネーミングが。ちょっとあれですね、いかにも的な音ですね。これも分かりやすい感じ。次がね、4番目の音、ウィーヨーのようなブライトなトーンということですね。ちょっとやってみましょう。っていう感じですね。これも、もういかにもシンセトーンって感じですよね。次がですね、モード5、ノコギリの刃のシンセサイザーということですね。これ結構ドギツい音するんですよ。もう、ファーストアタックが残る感じですよね。っていう感じですね。次はですね、8ビットライクなシンセサイザートーンということですね。こんな感じですか。なかなかユニークなトーンですね。で、最後はですね、7番目、EDM パッドライクなシンセサイザートーンということですね。ちょっと弾いてみましょう。これも本当プリセットの状態からこうやって生音が半分ぐらい入るような音ですね。これも分かりやすい出番がこれですね。ということで、アルペジオとの相性抜群です。そうですね、これが7つの音全部ですね。で、面白いのが、それぞれの音にアルペジエーターという機能がかけられる。これはペダルスイッチの方、ペダルスイッチを長押しするとかかる感じですね。ちょっと待ってくださいね。ですね、じゃあ一番最初のオルガンでやりましょう。オルガンじゃない、トランペットでやりましょうか。これが、かかってない音です。じゃあちょっと今かけますね。はい、じゃあ弾いてみます。面白い音します。ね、面白い音がするんです、これ。っていう感じで、結構いろいろ遊べそうな、ね、感じのアルペジエーターもついてるということですね。で、これらがそれぞれですね、5つのパラメーターで、音色を変えていけるので、いろいろ味付けができる幅は割と広いと思います。で、何よりもこれお安いですからね。だからもう本当にこれがお試しというよりかは結構いいアイテムになるんじゃないかなと思います。参考になりましたら幸いです。どうもありがとうございました。